クリスティアン・ビルト、クリスティアン・ビルト、クリスチャン・ビルト、1885年11月24日から1944年5月26日は、ナチス・ドイツの親衛大将校。最終階級は、親衛大将さん。第二次世界大戦中、ラインハルト作戦に基づき、ポーランドに置かれたユダヤ人三大絶滅収容所総監を務め、 ユダヤ人虐殺に深く関与した人物、ビュルテンベルクのオーバーベルツハイム出身。帝政時代のドイツで警察官をしていたが、第一次世界大戦が始まると、西部先生に出征した。戦後、シュトゥットガルトにおいて、再び警察官となった。当時から残忍かつ強引な捜査で知られていたという。1931年に国家社会主義ドイツ労働者等に入党している。 1933年に突撃隊に入隊。1937年には、ラインハルトハイドリヒ式科の SD に配属され、1939年から、新衛隊に入隊した。1939年に、刑事警察に配属され、シュトットガルトの刑事警察長官に就任する。その後、グランフェネックやブランデンブルクへ派遣されて、ユダヤ人や障害者など、 生きるに値しない命を安楽死させる計画に携わった。ビクトール・ブラックの技術面の片腕であったラインハルト作戦の執行者にポーランドル・ブリンチクの親衛隊及び警察指導者オディロ・グロボクニクが任命されると黒ロボクニクはブラック以下92人の安楽死計画メンバーを招集した。この中にビルトもいた。ビルトは1941年12月に オディログロボクニックから完成したばかりのベウジェツ強制収容所の所長に命じられた。1942年3月にはソビボル強制収容所建設工事の監督にも当たっている。さらに1942年8月にはラインハルト作戦により三大絶滅収容所と指定されたベウジェツ、ソビボル、トレブリンカ強制収容所の総監職を命じられた。 彼の監督下で三大絶滅収容所は大量のユダヤ人やロマをガス殺していった。アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所所長、ルドルフ・フェルディナント・ヘスとは、合殺の競合関係であったといい、ビルトはヘスを自分の無能な生徒と称したという。またビルトは無知で殴りつけるのが好きなサディストであったが、その対象は囚人のみならず部下である監守に対しても及んだという。 1943年、上司のグロボクニックが、イタリアのトリエステへパルチザン狩りの任務へ送られると、ビルトもグロボクニックに同行したが、1944年5月、ディエカにおいて、クロアチア人パルチザンにより殺害された。ありがとうございます。